ワレンチナ・ブラディミロブナ・テレシコワは、ソ連ロシアの宇宙飛行士、空軍軍人、政治家。1963年6月16日に、ボストーク6号に登場し、女性として、世界初の宇宙飛行を行った。テレシコワは、ヤロスラブリ州の小さな村、マスレンニコフに生まれた。学校を卒業後、通信性教育で学んだ後、織物工場で勤務した。 彼女は地元の航空クラブで22歳からスカイダイビングを行っていた。職場では旧ソ連共産党青年組織コムソモールのリーダーを務めていた。1962年女性飛行士候補に選抜され400人を超える候補の中から選抜された5人の1人となった。テレシコア以外の4人はタチアナ・クズネッツォワ、イリーナ・ソロウヨワ、ジャアンナ・ヨールキナ、 ワレンチナポノマレワである。当時の夫であるアンドリアン・ニコライフととも、佐藤英作首相と握手する、テレシコワ1963年6月16日、テレシコワは、ボストーク6号に単独登場して70時間50分で地球を48周する、軌道飛行を行い、史上初の女性宇宙飛行士となった。旧ソ連や現在のロシアでは、 宇宙活動中のすべての飛行士が個人識別用のコールサインを付与され、テレシコワはチャイカが与えられた。打ち上げ後のリバースという応答が女性宇宙飛行士の宇宙で発した最初の言葉となり、日本ではチェーホフの儀曲、カモメで用いられる、同様のセリフ、私はカモメと結びつけて紹介され、ミッションの代名詞として広く知られた。 有効勲章受章の際に、ドミトリー・メドベージェフ大統領と並ぶ、テレシコは飛行後の1963年6月22日に、ソ連邦英雄を受章。ジュコフスキー空軍大学に入学し、1969年に宇宙工学の単位を得て卒業した。同年に女性飛行士隊は解散される。1977年に工学で博士号を得る。 1966年から1991年までソ連邦最高会議の一員であり、1974年から1989年にかけては最高会議幹部会の一員であった。また、1969年から1991年まで党中央委員会の一員であった。1997年に大統領令により空軍と 宇宙飛行士隊から引退している。最終階級は空軍少将。1963年11月3日に同僚の宇宙飛行士であるアンドリアン・ニコライフと結婚し、1964年に娘のエレナを生んでいる。1965年9月、日本社会党の招待により、夫妻で来日した。この時、科学技術館で開催されていた。 ソ連宇宙開発展に合わせて講演会が開かれた。しかし1982年に離婚し、シャポシュニコフ博士と再婚した。博士とは1999年に死別しており、現在は独身である。2003年6月10日に名誉勲章を受章。2011年4月12日に友好勲章を受章。12月4日に投開票された。 ロシアの会員選には、プーチン首相率いる政権与党統一ロシアから出馬、当選を果たし、ソ連邦最高会議時代以来、久々に政界に復帰した。2020年3月10日、会員本会議場で、ロシア憲法改正案について、現在4期目のプーチン大統領が続けて5期目に立候補できるよう修正を提案。会員は、 憲法改正時の大統領にはそれまでの任期を参入しないとする修正案を採用し、11日に上院と共に通過させた。ありがとうございます。